バビルサ。バビルサは自分の死を見つめる動物と言われます。なぜそのように呼ばれるのでしょうか。死んだ後も意識があるという考えられない動物なのでしょうか。当然そうではなく、バビルサの上に伸びた牙は弧を描いて後ろに曲がって前に出てきます。このまま伸び続けると頭に刺さりそうなので、最後は牙が頭に届いて刺さって死ぬという噂があり、そこから自らの死を見つめる動物とも言われています。バビルサの詳しい実態を見ていきましょう。バビルサはイノシシ科バビルサ族に分類される動物です。バビルサという名前はインドネシア語で、バビは豚、ルサは鹿という意味で、姿が豚に似ていて、そして牙が鹿に似ていることからバビルサと名付けられたという説が有力だと言われています。バビルサはインドネシアのスラウェシ島、ブル島周辺に生息しています。バビルサの体長は85cm から 110cm で、体重は60から 100kg にもなります。体毛は少なく、体は生息している場所で身を守るための保護色となる灰褐色をしています。特徴的な角をしていて、二対の角はとても発達していて、頭の方に湾曲しています。オスの角は鼻の天井から突き出ていて、肉を貫いているようです。ほとんどの動物の上顎の歯は下に、下顎の歯は上に伸びるのですが、バビルサの上顎の歯は上に向かって伸び、さらに鼻まで貫き通して、さらに上の方に伸びていくのです。上に伸びた牙は弧を描いて後ろに曲がり、目の前に来て頭に突き刺さりそうになる。このことからバビルサは牙が最後には頭に突き刺さって死ぬという噂が広まり、そこから自分の死を見つめる動物という名前が付けられたのです。この話はただの噂話だと思われていたのですが、インドネシアの動物園で実際に自分の頭に牙が突き刺さったバビルサがいたそうです。牙はオスだけに生えてきて、メスには牙が生えてこないそうです。この牙がある理由は、木の枝にぶら下がって休むため、自分の目を守るためという説があります。オスたちはメスをめぐって激しい戦いを繰り広げますが、この戦いでは攻撃でも守りでも牙は一切使われません。ただ立派な牙を持っているオスの方が、牙が折れているオスよりもメスにモテることが分かっています。オス同士の喧嘩で牙は使われませんが、相手の牙を折ることはたびたび見られ、これはメスの獲得競争の相手を減らすためと考えられています。生活場所としては熱帯の川や湖の岸辺、島の茂みの中、それから熱帯雨林の中で、これは体の色と合わせて身を守るための擬態場所になれるからです。バビルサは泥遊びが大好きで、皮膚についている寄生虫を落とし、それだけではなく体温の上昇や乾燥による皮膚病の防止にも役立っているそうです。バビルサは雑食ですが、主に草を好んで食べ、その中でもバンギノキという生酸化合物が含まれた有毒な新芽や葉を食べるそうです。バビルサはもともと毒に強い遺伝子を持っているわけではなく、解毒作用のある温泉の水や泥を飲んで毒の中和をしているそうです。バビルサの個体数は年々減少し続けており、現在は数千頭規模となっています。その理由としては、他の多くの絶滅危惧種と同様に限られた分布に加え、森林伐採や密猟、一度に生み出す子孫の数が1頭か2頭しかいないことが挙げられます。さらに生息地が人間の居住地と重なり、開発が進んでいるため、害獣として追いやられたり駆除されたりすることが実際に起きています。自分の死を見つめる動物とはこういうことだったのか、なるほどなと思われた方は、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。わからんでもないなと思われる方は、いいねボタンだけでも押していただけると嬉しいです。こんな珍しい牙を持った動物は絶対に絶滅させてはならないと思われた方は、チャンネル登録をしてこのチャンネルの研究員になっていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。